俺この前動画の編集してて、うん、あだから右手なんじゃんって分かっちゃった瞬間になったんだけど、うん、何の動画編集してた時か覚えてるみたいな、なんだっけかな、あベタ足手打ちだ、はい、最近の動画やつ、そう、うん、平井弘明のワンラップゴルフ。俺が自分でやると左肘が引けちゃうわけ、はいはいはい、なんでかなと思って、でもちゃんと肩回してって言ってるじゃん、うん、あの動画で、で肩回してこうなんか右手でなんつうのバーンとターゲットを刺すっていうか、うん、みたいな話も同時にしてたのね、うん、それの時になんか右手を遠くに出すっていうか、うん、フォローするの、うん、出すと左肘引けないなと思った。そう、でもそれやるには左手で振り抜いていくんじゃなくて、うん、右手で振っていかないとそうなんなかったんだよね、俺はね、うん、だから右手で打たないと左肘引けちゃうんだと思って、左で振り抜こうと思ったら遠くに出せないから、だから右手だってより思っちゃったんだよね、余計右手で打つって感じなんだよね、そう、右手右腕のイメージ、うん、で右腕を伸ばすと、うん、左肘が引けないんだけど、俺ね、右腕伸ばしてる人って、大げさ抜きでレッスンで2人ぐらいしかいない。あ、右腕って、うん、こっからだからね。そうだね。ね、うん、肩甲骨が伸びてないと、結局、右腕伸びてても、肩引けてたら伸びてるけど伸びてないじゃん。ああ、そうだ。右腕伸びるって、肩甲骨伸ばさないと右腕伸びてない。こうやって。あ、で、肩甲骨伸びたら右肩が回ってるから。はい、はい。だから右肩止めたら伸びない。ああ、そうだね。そう。右腕って背骨のちょっと右からからじゃん、うん、肩甲骨から伸ばさないと右腕って伸びないんだね、うん、あ、そうだから右手をフォローに向けて遠くに出そうとしたら左手がちゃんとこうなんて畳めるっていうか、そうそうそう、こうなってくる、ね、そう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 、あ、そしたら引けないなって思ったの、そう、引けない、でもそのためには右手を前にすごい出さないといけない、そう、出さないとダメ、それは肩甲骨なんだ、そう、肩甲骨からここで肩甲骨が伸びてるイメージがないと、これの伸びは伸びじゃないからね、ただ右腕張ってるだけだよ。そう。だから、こうしないとダメだ。なるほどね。うん。したら、ベタ足で右腕だけでも、全然290とか行くからね、うん。なんだ、それ言ってくんないから、引けちゃうんだよ、ベタ足で打ち合って。まあ、YouTube では公開してないんだけどさ、ベタ足で打ちさ。そうだね。でも、そう、それをね、説明してたから、パソコンの前で編集しながらやってみたら、うん、でも左肘引けちゃうなと思いながらやってみたら、回すっていうかすごい前を刺せば伸びきるんだよね、ちゃんと。そう、本当にこの入れ替え、そう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 、仮面武道会って言ったじゃない、言った、そう、あれですよ本当にあれだけど、そっか、肩甲骨ね、うん、肩甲骨言ってよ、それ、そうだよね、じゃないと伸ばそうとしててもさっき言ってた、あ、そう、伸びてるっていうか、そう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 、これはチーピンクルでも伸びてる気すんじゃん、伸びてるじゃん、実際の感覚的には。あ、ごめんね、もう言いたいこと言っていい、うん、右手使って右腕使ったら、うん、左チーピンするじゃん、引っ掛けるじゃんって言ってる人がこうなってるね、うんうん、あ、そう、伸ばして右肩止まってるから、うん、そら左行くよねって、うんうんうん、そういうことではない、あ、肩甲骨ね、うん、肩甲骨を伸びて初めて右腕伸ばる、やばいね。じゃあ、右腕を伸ばしてんじゃなくて、肩甲骨を伸ばしてんだよ。そうなっちゃうね。新しい。うん。右肩甲骨。そう。を伸ばす。そうだよね。でも、そうだわ。そんなこと言ったら、うん、バックスイングで俺左肩甲骨伸ばしてるからね。こうやって。おう。そうか。うん、肩回すんだから、ワンラップゴルフは。うんうんうん、そう。これで、左腕だけ伸ばしてこうやってたら、結局、回転しないから。うん。これ、こう伸ばしてるから。うん。で、こう伸ばす。あ、左右対称だから。じゃあ、肩回せって肩甲骨を伸ばす。肩甲骨を伸ばす。それのが、俺イメージはいいじゃな。そうか、それのが前出るもんね。前出る、前出る。前出る。そっか、そう。よかった、それが分かって。いやー、これでかいな。でかい？でかい。俺の中で一個のお題で YouTube が始まって、うん、撮影始まって、うん、そのお題のもう一個先に行った時の動画って俺はやべえと思う。だって今あれだよね、打ち合わせなしでマジで今いきなり撮ってるから何の話するんだろうと思ってて、で俺も聞いて、うん、あ、肩甲骨なんだ、初めて言ったじゃんそれって思ってるから、うん、今ひらめいたんだよね、うん、
なんか、そう、そもそものことを今引っ張ってきたのね。うん、伸びるって肩甲骨のことから言ってますよ、みたいな。あ、それを言って、うん、あ、そういえばそれみんなやってないなっていう。そうだよね。うん、だけど、右腕伸ばすって伸ばせるもんね。そう。肩甲骨を伸ばさなくても。そう。伸ばせる。これで伸ばせる。それがダメなやり方になっちゃう、ね。そう。こう伸ばすか、うん、こう伸ばす。ああ、そっか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 。そう。だから肩回してるつもりになっちゃうけど、うん、ただ回すだけじゃない。そう、だから、こうやって伸ばすのと、うん、こう伸ばすので、うん、距離が違う。うん、うん、そうだね。そっか、そっか。だから、こう、こうやって、こうやってやるんだよね。こう、みんな、こうやって。あ、肩甲骨をこう柔らかくする、こうやって。だから、前肩体操になっちゃう。そう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 。だから、りょうくんなんかもさ、これで、肘と肘がもうさ、ここまで来るじゃん。あ、そうなんだ。って、肩甲骨柔らかいから。俺柔らかいな。こうやってやって、うん、ゆっくりこうやって壁にこうやってぐーってこうやってねじる。伸ばすのとか。まあ俺はあんまストレッチってやんないけど。やんない。まあでもやってる人多いよね。故障したら、やっときゃよかったってなんだろうけど、うん、故障しないからまだね、ふざけたこと言ってるけど。うんうん、そうだ。俺は張り感が欲しいからね、感覚的に。硬い方がいいんで、ね。あ、じゃあ緩んじゃダメなんだ。そう。緩めるとね、うん、本当に面白いぐらいこうなるから。あ、そうなの？マンダフするからね。うまく使えてない、逆にうまく使えてないんだろうなと思うんだけど、硬いとうまく使えるようになるんだよ。へぇ、張りがなくなっちゃうの。あ、そうなんだ。ゆるゆるになっちゃうの。まあ、その、だらしないのに慣れてんだろうけど、だからなんかね、うまくいかない。だしっかりこう、右腕を、右肩甲骨までこう、ガーってこう伸ばしていくと、すごいいい感じの、フォローするの伸びになるから。それは肩回すに。つながるつながる。そう。肩回して、しっかり肩甲骨から伸ばしていくと、フォローするがでっかくなるから。何につながるかっていうと、飛びます。わかった。じゃあ俺あれだ。肩じゃなくて、肩甲骨回すっていう方がイメージはかもしれない。ああ、こうね。そう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 。深いかもしれない。その方が深く回るかもしれない。そうだよね。うん。それちょっと練習でやってみてください。ぜひ。これは YouTube ですか？これ YouTube。わお。じゃあサロンにする？いや、いいっすよ、YouTube で。だって、これはもう、6万5千バンバン来るから。あ、そっか。長瀬？長瀬、6万5千。何食べようかな。いいよ、じゃあ。寿司ロゴってあげる。え？寿司ロ。王将がいい。これも好き。うまかったね、この間食べたのね、一緒にね。うん、そう。王将行きたいっすね、また。うん、じゃあ。チャーハンセットが頼めるようにこれからも頑張りたいと思います。はい、で今回はですね、まあ、トール君からまあ、右腕を伸ばしたら左肘が引けないとか、そういう関係がどうなってるのという動画をですね、撮ってきました。気に入っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですね、ミーティングですとか、先行予約、あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。